新幹線運行管理システムとは列車の運行管理や制御機器の監視などを総合的に行う列車運行管理システムの一種で現在東海旅客鉄道と西日本旅客鉄道が共同で東海道新幹線、山陽新幹線と博多南線で運用している列車の運行に関する情報の管理及び機器の制御を行うコンピュータシステムである。 1964年10月1日の東海道新幹線開業当初新幹線の運行管理には列車集中制御装置を主に使用していたこの装置による列車運行方式は総合指令室に設置した表示板に管轄路線内で運行中の全列車の1列車番号、信号源時、輪速と各種警報、分岐器が開いている向きを表示させ 司令員は、この表示板を見て、運転状況を常に把握、進路テコによる手動で分岐器の操作や臨速の指示などを行うというものだった。しかし、総合指令室では、司令員が情報を収集して判断し、それをもとに指令伝達する指令業務のほかに、進路テコによる手動で分岐器の操作の作業を行うため、将来の選挙延長、運転本数の増加、 列車種別の多様化などにより、司令員の負担増加が懸念されており、列車の増発による分岐器操作回数の増加、管轄路線の延長に伴う運行管理の困難などが予想されていた。そこで、当時の日本国有鉄道は、座席指定券などの予約、発見のためのコンピュータシステムであるマルスを共同で開発した実績を持つ日立製作所とともに、 世界初の p t c である新幹線、運行管理システムを1970年に開発し、試験運用などを経て、2年後の山陽新幹線、岡山開業と同時に、東京駅、岡山駅間の新幹線全線で本格運用を開始した。当時のコントラックトの機能は、現在の PRC や p t c の原型といえるコンピュータが自動的に分岐器を操作する。 自動進路制御装置のみであった。その後コントラクには路線の延伸やコンピュータ技術の発達とともに運転整理機能、車両運用管理機能、設備管理機能などの機能が追加されていき、現在では列車の運行管理だけでなく電源設備や旅客向け設備の管理等も総合的に行うことが可能となった。コントラクの開発のノウハウは東北新幹線、 上越新幹線に開業時から導入されたコントラクトを総合的に発展させた新幹線総合システムや九州新幹線全線開業まで新幹線と在来線を同一ホームでの乗り換えが発生するため両線の連携を考慮してシステムを結合した九州新幹線指令システム現在の日本で最も規模が大きい PTG となった 東京圏輸送管理システムなど、鉄道事業者、路線の特徴に適合した様々な列車運行管理システムの開発へと引き継がれていった。コントラクの基本的な機能関連図コントラクは、計算機室、指令室、現場の3つにシステムが分けられており、以下の機能がある。システム内の機能には以下がある。また、コントラクは、 主に3つの系統システムで構成されている。PRC 系システムとも呼ばれる。当日の全列車の運転計画をもとに CTC を介して東海道、山陽新幹線全線の分岐器を自動制御し、正確に列車を駅の番線などに進入させる。また遅延など異常発生時には警告を出し、速度制限や列車対比の変更。 運休や特別列車の運行などを自動で計算し、指令員による手動操作を支援する。PRC 系システムには、以下の装置などで構成されている。EDP 系システムとも呼ばれる。列車の運転、保守計画や、車両の運用計画、乗務員基地や車両基地への情報伝達、旅客向け放送の管理など、情報処理を中心に行う。EDP 系システムには、 以下の装置などで構成されている。マップ系システムとも呼ばれる。CTC や PRC から送られてきた列車の位置や分岐器の開通方向、沿線の監視装置から送られた風速、雨量、積雪量などの気象データを運行表示板に表示させる。またユレダスにも接続させ、地震発生時には警報を出し、すぐさま全列車の停止手配が取れる体制をとっている。 新幹線車両研修管理システム JR 東海所有の新幹線車両において自動列車制御装置データや駆動部、空調機器、車体傾斜装置などの動作データを走行中記録し2015年7月に東京駅及び東京の大井車両基地と大阪の取り替え車両基地に設置された車両データ分析センターへ入庫時にトランスポンダを介して送信 データの変化点を管理して、故障発生前に予兆を検出、適切なタイミングで保守作業を実施することで、営業時間内の不具合抑制や作業を効率化する状態基準保全を実現している。なお、次世代の東海道新幹線車両 N700S では、車両と地上間のデータ伝送にミリ波通信を採用することで、伝送速度が10倍に高速化し、 走行中に送信できるようにもなる路線の中間地点となる浜松工場に受信設備を設置。ありがとうございます。